続きです。先ほど、入電率が大きくなった場合と小さくなった場合、同符号のイオン間だと、入電率が大きくなると、反発が起こるはずですから、反発が起こりにくくなるので、反応速度は起こりやすくなるので、反応速度、見かけの反応速度定数は大きくなります。で、こちらは異符号の間では引力が働き、プラスとマイナスの間で引力が働きますから、これが、かき消されちゃうと、出会う機会が減りますので、反応は起こりにくくなりますということが分かります。で、一方イオン強度の場合どうなるかというと、イオン強度っていうのはプラスとマイナスで引力が働いてるところに途中にイオンがたくさん入りましたっていう意味ですね。イオン強度が大きくなるっていうことは、途中にイオンがたくさん入りますと、結局かき消されちゃいますので、イオン強度が大きくなるっていうのは、イプシロンが大きくなるのと同じ、大きくなるのと同じ効果がありますから、同符号だったら、異符号だったら引力がかき消されちゃいますので、反応は起こりにくくなります。逆に、マイナスとマイナスで反発してたのに、これが NaCl-Na+Cl- というふうに、イオンがたくさん入ってきますと、反発力がかき消されちゃうので、反応は起こりやすくなりますよと、こっちじゃないね。反応は起こりやすくなりますよということで、同符号だと、反応は起こりやすくなりますという関係になります。これをグラフで表すと、縦軸に、ln のログのログの k0 k ですね。ログの k を縦軸にとってやりますと、横軸に、ルート i、 イオン強度を大きくしてやると、0の時に比べて、分子型だったら全く、分子型同士の間の反応だったら全く影響を受けませんけども、お互いにイオンが、さっきみたいに、反発してる場合はかき消されちゃうので反応速度が大きくなりますよ。同符号の場合ですね。同符号の場合で、イオンがもっと価数が大きいと、2マイナスとマイナスとか、2プラスとマイナスとかっていうと、もっと効果が大きくなります。これに対して、異符号の場合は、プラスマイナスで、お互いに相互作用が強かったのにかき消されちゃうと、反応速度定数は遅くなります。で、もっと、2プラスとマイナスであるとか、2マイナスとプラスであるとかっていうような組み合わせだと、もっとその効果は大きくなります。で、同じ効果が、有電率にも起こりますよということですね。で、まとめますと、イオン強度も、有電率も、イオン強度も、有電率も、大きくなると、同符号では反応速度定数は大きくなりますが、異符号では、もともと引き合ってるもんだと、異符号では、小さく、かき消されちゃって小さくなっちゃいますよと。引力が働いてた分は邪魔します。反発力が働いてたものは、キャンセルしてあげますというふうな影響があります。で、最後の5番、光化学反応。これについては、一次反応、二次反応、反応次数というものをもう一度考え直さないといけません。0次反応、一次反応、二次反応っていう話をしてきました。で、一次反応っていうのは濃度に比例しますとですね、濃度に比例
速度が濃度に比例しますV イコールマイナス DC DT イコール、KC でしたね。で、二次反応っていうのはどうなるかというと、速度はマイナス DTDC イコール KC の2乗、つまり、2つが、2A が B とかっていうふうに同じ分子が2個で1つの反応を起こしますというような場合に、二次反応になります。でこういう、均一系の反応だと1次とか2次とかになるんですけども、0次反応っていうのは普通均一系では起こりません。溶液の中では起こりません。2次反応っていうのは、均一系じゃないところで不均一系で起こります。で具体的に言いますと、以前にも問題出てきましたけど、結晶を水の中に入れました。結晶が溶け出てくると、その溶け出てきたものが、加水分解しますよと。そしたら偽一次反応になるんですけども、偽一次反応なんですけども、それが起こるためには、結晶から溶け出さないといけません。で表面からどれだけ溶け出してくるかっていうのは、0次過程になってしまいますので、見かけ上0次反応になるわけですね。だから懸濁液結晶が入ってたら不均一系ですから、そこから、溶出してくる速さに応じて反応が起こりますので0次反応になります。また日常的に言えば、例えば金属が、金属があったとしますと、その表面が、水と酸素があって、錆びてしまいます。でこれは、金属の表面で錆が起こって、で中まで水や酸素が入るようになって、どんどん面を侵食してきますね。でこれがどんどん、表面が減っていくのと同じで、これも、面で反応が起こると。こういう場合にゼロ次反応になるわけです。で、じゃあ光化学反応どうなるかって言ったら、ビーカーの中に、溶液を入れておいて、サルファー剤なんかを入れておきますと、光が当たると光は、最初に当たったものに吸収されますので、こういうふうに面で徐々に浸透していくというふうなことが起こりますので、ここでも面で反応が進行する。つまりゼロ次反応というのは不均一系で起こるのだという特徴があります。で、そういうわけで光の強さっていうのは、どれだけ、強いかによって反応速度は、変わってきますけれども、光化学反応っていうのはゼロ次反応であって、光の強さにそのまま比例する形で反応速度定数は、増強減少していきます。以上が、反応速度定数に影響を及ぼす因子でした。以上です。